おはようございます。ムリドンです。バータイムのハブを手に入れました。極端なハイローフランジになってるのが特徴のハブですが、このハブどういう解釈をしたらいいのかっていうのが自分の中で釈然としなくて、しばらく組み方を悩んでいました。で、通常リアハブ、他のメーカーの普通の、他のメーカーの一般的なリアハブは、ある程度ハイローになっている場合もありますが、このドライブサイドのフランジっていうのはフリーより若干大きいぐらい、PCD でいうと45ミリぐらいになっていて、でさらに、これ24ホールのハブだと、片側のフランジに、ホールが12個あるので、1つずつのホールの間っていうのは均等に割られています。このハブの場合はドライブ側で12ホールあるので、各ホール間は30度ずつになっています。で、それに対してこのバータイムの RS101 は、ハイローフランジっていうところも特徴的なんですが、それ以外にこのドライブサイド側のフランジっていうのが均等にホールが振られていません。で、これがどれぐらい、ずれているかっていうと、ここの狭い2つのホール間が12度になっています。で、ここの広いところが48度なので、合計でちょうど360度になるという、不均等の、ホールが振ってある、そういうデザインになっています。それで、このハブ自体が、あまりメジャーじゃないのもあって、使われてる方っていうのが少ないみたいで、組まれた例っていうのがほとんど見つからなかったんですが、いくつか、使われてる方の組み方を見てみました。で、日本でホイールの手組みをやってて、この人の名前を知らない人はいないだろうっていうほど有名な野村ボさんも、これのスターハブという TNI の OEM バージョンを使ったホイールを試作されていました。で、その野村ボさんがどういう解釈をしてたかというと、ここのホール、それから48度いった広く挟んだこちら側のホール、この2つ、48度離れた2つのホールをペアでやると、いう考え方で、2本組をしました。これはこのハブの設計者も多分想定してある、してるだろう使い方であって、このハブを見た時の一番真っ当な使い方だと思います。僕も最初考えたのはこの組み方でした。で、この組み方は何がいいかっていうと、ラジアルになるべく組み方を近づけながらも、48度と結構離れた間で組めるので、ある程度の角度がつけられる。それなのに、クロスは1箇所で済むっていう、理にかなった組み方です。で、これのもっとアバンギャルドな理解として、この12度という狭い間を使って2本組みをするという考え方もあるかと思います。この場合は12度離れてるとはいえ、ほぼ隣同士のホール間になってしまうので、これを2本取りしたところで、これはラジアル組と大差ない程度の角度しかつけられなくなってしまいます。で、さらにある大手ショップさんで組まれたホール、詳しい組み方の説明はなかったんですが、写真を見る感じだと、こういう組み方をされていました。先ほどの野村ボさんの応用で、もう少し角度がつけられるように、12度の離れたホールのうち外側と外側をペアにして、取ると。組み方としては4本取りに近い取り方になると思います。
こういう組み方をされてるショップさんもありました。で、この3通り、どれが一番いいのか、まあ、組んでみないとわからないんですが、一番素直な組み方は野村坊さんのやられている48度間を取って、2本取り、2本組だと思います。でも、まあ全く同じものを組んでも面白くないので、僕なりに何か違う組み方はできないものだろうかということで、もう少し考えてみることにしました。そこで今回やってみようと思うのが、フランジのホール間1つを使うのではなく、48度を2つから12度を1つ挟み込んだ、これだけ大きな角を持ったペアでスポークを組んでいったらどうかというアイデアを思いつきました。で、これスポークの取り方としては、まあ2クロス相当なんですが、角度としては3クロスに近い角度が取れます。これで試しに組んでみることにします。それでリムは手持ちにチューブラーのアルミリムが大量にあるので、それを使おうかとも思ったんですが、まあタイヤとかを変えてみたいなっていうのもあったので、クリンチャーのリムを用意しました。キンリンの XR19W という、ハトメ付きのちょっといいリムです。これはリムの内幅が15ミリと、まあ一般的な太さになっています。特にワイドではない、ナローリム、まあナローリムと呼んでいいような、サイズのリムです。これは結構軽量なので、まあハブが軽量なのもあって、トータルで軽く組めるんじゃないかという期待もあって、今回はこの XR19W を使おうと思います。まずはリムの重量計測してみます。24ホールで412グラムと。ついでにフロント用のリムも買っていきましょう。20ホールで401と。ハトメがつきながら400グラム台という結構優秀なリムですね。今とりあえず最初の4本のスポークを通しました。これで組めるかわからないんですが、まあ、このドライブサイドのスポークに関してはこれだけフランジの高さがあるので、両方ともエルボアウトで組めるんじゃないかということで、とりあえず最初はエルボアウトで通してみました。で、この長がつくほどのハイローフランジに関しては、このノンドライブサイド側に通すスポークが、まあ当然このドライブサイド側にのフランジに当たっちゃうので、結構通すのが大変です。ただ、まあ今回この DT スイスのコンペティションに関しては結構柔軟性があるので、まあ無理をしない範囲でなんとか通すことができるので、これで組めなくはないです。まあスポークの種類とかによっては組めないかもしれませんが、先にドライブサイドだけ組んでしまって、あ、いや違うな。先にノンドライブサイドだけ組んでしまうようにしておけば、なんとかなるんじゃないかと思います。とりあえずどこまでいけるかわかりませんが、組んでみようと思います。とりあえず
ノンドライブサイドのスポークが通しにくい向きのものだけ通し終わりました。残りの方もやっていきます。それで反対のこのエルバーアウトのスポークに関しては、このドライブサイドのフランジに穴が開いてるんで、ここにこうスポークを通してやると、反対側のフランジに邪魔されることなくスポークが入れられるので、これは非常に作業しやすいです。これでノンドライブサイドのスポークは全て通しました。あとは反対側のドライブサイドを組んでいくことになります。これに関しては、どうかな、交差の順番とかを間違えると変な風になっちゃうので、順番をある程度決めてやった方がいいかなという感じがします。途中何度か迷いながら何とか全部のスポークを通し終わりました。でドライブサイドが結構この首の座りが良くないのと、複雑な組み方になってしまったので、間違えてはいないと思うんだけど大丈夫ですね。これで実際にプーリーゲージとか当たらないかとかは分からないので、試作ということで、この後テンションを上げて、これで乗れるようになるかやってみようと思います。